work ethic and how much I love what I do and how much I love myself. こんにちは。タイもね、ロックダウンされててですね、街がもう全部、ゴジラもね、昨日から閉鎖ということなんですが、まあ何かできないかということで、ちょっとトールちゃんとね、ちょっと軽くカメラ回してみようかということになりましてですね、今からゴジラに向かっている次第でございます。世界中どこもそうだと思うんですけど、みんな家にいなきゃいけないということで、バンコク支部でもね、カメラでも回してみようかというわけでございます。ゴジラで撮ろうかなと思ってます。ういっす。お、トールさんいました。あれ、おお。何食べてるんですか。カップを飲んだ。カエダをどうやる。カエダをどうやる。これね、カイバジルのひき肉炒め、目玉焼きのせ。ゴジラの、ね、ミーティングは必ずといって、ここで、そうですね、ビートホテルのカフェ、ね、というか、まあエアコン効いてるからなんだけど、厨房チャンネルってないですか。なんかインドの屋台飯をあげてるチャンネル。それめっちゃ面白いです。なんか面白いっていうか、面白くはないんですけど、人にかけっぱなしでもいい。作業しながら誰か喋ってんの。喋ってないです。もう作ってるのにさすがアップしてる。あとは、まあ、ダイゴとか。ダイゴってない。メンタリストダイゴ。ああ、はい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 。俺も最近見てる。あと、ホリエチャンネルも見てるし。はいはい。もしもし。あ、どうも。お、どうも。どうも。お疲れさん。お疲れさん。うん。お願いします。今ね、ゴジラでね、トールちゃんといた。あ、お疲れさんといた。いるいる。お疲れ様です。お願いします。はいはい。じゃあね。これもう始まってんすか。始まってる。あ、じゃあ、やる。サディカップ。サディカップ。トゥッコン銀カオルヤンカップ。トゥッコン銀カオルヤンカップ。今ゴジャね、バンコクはロックダウン開始今日からだよね。そうです、ね。昨日から。あ、昨日から。その結局日本人がタイに飛行機で来る場合の、はい、あれも超ハイレベルだった。14日間。14日間以内に日本にいた人はまず医者の健康診断書が必要。そんなタイですけれども、本当は今日は何とかイベントあったの。今日は本当はビッグアップサーズデーっていうレゲエのイベントだったんですが、うん、本当はインドからゲスト来るはずだったんですよ、うん、いや、なんかこの緩い感じでね、タイのおじゃ周りのちょっとタイ紹介をちょっと、はい、愉快な仲間たちとやっていけたらなって。結局今ね、家にいるしかないからね。そうですね。これでこういうちょっとやれることを始めていこうか。はい、ビビたる力ですがって感じで、何から話していこうかって考えたんだけどね。トールちゃん、まずタイに来たのはいつですかからね。タイに来たのはちょっと自分もそこは結構2009年。いや、なんかこのイベントをすごい覚えてて、ベッドであった。はいはいはい。これがね、2009年のソンクランだから、この時タイに行くって伝えたのが確かあれですよね。あれ2008年の忘年会だったんだ、最後12月。で、年明けて行ったんじゃない。そうですね、確か2009年、うん、2009年、2009、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20。もう11年12年目。お、まあ、最近だいぶ。ゴジラ行ったのが2014。そうだね、うん、で2014年ぐらいまでじゃないですか。その前直前にそのベッドソファークラブとキューバが潰れて、ゴジラもね、6周年イベントをこのコロナでね、もうやれないよね。やれないか延期するか。ゴジラレコーズの方はどう。ゴジラレコーズは、先日ラミンと文句、あれ、レゲエの人、今待ちですね、マスタリング待ち。僕のやろうとしてプロジェクトですね、MC をいっ
ぱい入れたコンピレーションで、うん、あれどうなの？それと60年かませようかなと思ってましたけど、どうですかこの今のこの状況で、はい、この状況で、まあ、レストランとかは空いてるんでね、まだ、うん、その前回の赤シャツでもセントラルワードが開かれた時はもう本当に 全お店クローズだったんですよ、うん、その時よりは まだまだマシですね、うん、今のところ。そういえば伊勢丹閉店するらしいの。あ、ね、なんか IKEA が入る。あ、そうなんですね。おばさん入るね、あの子育て。そうですね、先日子供が生まれて今6ヶ月になろうとしてるところですね。来週6ヶ月。今日なんか手ついて自分で座れるようになって、まあ、ちょっとフラフラですけど、うん、腰がちょっと座ってきたなって、うん、で、あれだ、一番最初にこのフローリング買いに行ったんだよ。そう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 。でも今いい感じってみんな言いますね、このフローリング。うん、なんかヴィンテージっぽい。そうそう、イギリスのバーみたいな。あ、ってんの。インドネシアもなくなったからね。3月28、ポッチャンとケンタロウで行くジャカルタ公園がなくなった。地図全部出してるんですよ。ほら、こういう日本語でも見れるんですけど、これこういう感じで見えます。なってた。何やっと。これだとほら、OK ウィッスル。あ、OK ウィッスル。これもう全部できれて。あ、売り切れなの。またちょっと新たに作ってできるんですけど、これ OK ウィッスル。あの、エビシング OK、OK ウィッスル。ウィッスル、ウィッスル買ってください。 OK。 ここじゃありがとうございました。登録してくれた人にはドリンク割引いたします。お、いいね。あとワイン始めました。赤と白あります。オーガニック、サウスオーストラリアの、ワインですね。ドラゴンフルーツモヒート。あ、映ってる。はい、あ、めっちゃ映ってる。これですね、ドラゴンフルーツモヒート。美味しいの。ただ今人気商品。